はい、皆さんこんにちは、ワンダリングルビジです。では今回はハーツオブアイアンじゃないですね、信長の野望蒼天録パワーオブギッドの続きをプレイしていきたいと思います。でですね、ツイッターとかの方で初心に戻って丁寧な実況、丁寧なプレイ心がけますと宣言した後なんですけど、今日実は土曜日で朝4時に起きてちょっとランニングしてきたんですね。体がちょっと重くなってきているなーっていう感じがあったんで、その結果今ものすごく眠いんですけど、頑張ってプレイの方していきたいと思いますんで、多少気の抜けた感じになってしまっていたらですね、また動画のコメント欄もしくはツイッターの方にコラーとお叱りのコメントいただければと思います。では早速続きをプレイしていきましょう。まずですね、前回稲葉山城をダッシュして信長をすでに稲葉山移しています。清洲城から本拠地を稲葉山に移したというところになるので、この後はですね、武田とは今不戦同盟、家康とも不戦同盟中なので、信長としては南近江六角の攻略に入っていきたいと思います。では早速続きをプレイしていきましょう。でそのためにはですね、史実通りの動きにはなってしまうんですが、まずは長政に婚姻同盟を申し込んでみましょう。まあ、これが受け入れられるかどうかというのはちょっとわからないんですが、まあ、久政が当主のうちはどうにもならないかな。久政、長政、ここが代替わりしない限りちょっと難しいかもしれないですね。まずはじゃあ長政、いや浅井久政ですね。まだこの時は非戦同盟を結んでいきましょう。まあさすがに六角と浅井、朝倉、これを同時に相手にするのは難しいので、不戦同盟は、不戦協定ですね、は無事に結べたので、この先に進んでいきましょう。で訪問系で言うとですね、ちょっと交友とかを深めておきたいというのもあるんですが、忍者の潜伏先確認しておきましょう。今だと沢山、ここに11人送り込んでいて、どうだろう、他の城からは1人いればいいかなっていうところだと思うので、沢山城に3人増やしましょう。沢山城の警戒が強くて忍者が1人やられるかなと思ったら、なんとか逃げ切ったか。じゃあ水軍州にまた金を入れて貿易で暴利を貪りましょう。あとはちょっと今お金を使っちゃったんですけど、金を渡して一騎衆がねうだうだしないようにだけは対応しておきます。まあおおむね60以上はキープしておきたいかなというところでしょうか。だいぶお金を使ってしまったので、このターンは一旦これでいいかな。
一応内政だけ確認しておきますか。奉行主。よし、これでいいでしょう。奉行も全員任命したし、今、勢力や地元との取引や物資輸送だけちょっと見ておきますか。物資が不足しているところがあれば、物資を輸送して補ってあげたいけど、大丈夫ですね。まあ、強いて言うなら、内駅城が少し危ないかなとは思うんですが、内駅城、これ、武田から攻められる心配は今はないので、このままでいいでしょう。まあ、とにかくね、いち早く、南近江のダッシュ、これをしていきましょう。まあ、おそらく姉小路は武田に潰されると思うので、まあ、武田との全面対決は、避けましょう。家康が一つ城を今川から奪ってますね。吉田城も陥落。これで今川は残すところ一つになったのかな、城の数が。何？北畠家によって純系が処断されたのか。いや、展開がだいぶ早くなってきてるので我々も予断を許さないというか、一刻も早く城を取りたいな。そうなると二正面作戦を展開した方がいいかもしれないですね。まあ、一つは沢山城を攻める軍勢、これに加えてもう一つ軍勢を出す必要があるかもしれない。さあ、お金がだいぶ減ってきたので、ちょっと今回は、まあ、いわゆる外交でお金を使うのは控えましょう。お、高安和尚だな。これで稲葉山城から岐阜城への改名になると思います。じゃあちょっと見ていきましょう。これで岐阜城に稲葉山城から改名ですね。信長の本拠地がこの美濃岐阜に定まったその時です。まあ、とはいえちょっと足踏みしている時間はないので、一刻も早く安土を取りましょう。また乗りまさかよ。なんだ今度は。
幸福はずべきことではないということで、上杉からの脅迫ですね。まあ、ここは、城の物資2割を差し出すか。くそー、上杉ね。もう上杉が迫ってますからね、姉小路まで奪取したことによって。上杉と武田がぶつかってくれればいいんですけど。思いのほか上杉の進行が早い。いや、沢山城、マジで厳しいな。11人忍び送って誰も成功しない。マジか。沢山城の守り、むちゃくちゃ硬いですね。ちょっと武将の数だけ確認していきましょう。まず岐阜、ここには18人いて、内騎城には6、鳥峰に4、で、犬山に8、名古屋に7、清須に7になってるので、鳥峰に武将をちょっと移しましょうか。誰を送り込むかなんですが、ここはどうする？まあ、和豊と長益2人を送り込みましょう。一門衆だしね。んで、ついでに、城主を、鳥峰の城主を、一門衆のものに変えちゃいましょう。さて、これでこの後は、ダメ元でまた婚姻同盟を、浅井と結べるかどうか、確認していきます。ちょっと無理か。あとは、上杉に対しても、ちょっと怖いので、愛ちゃんを送り込みましょう。よし。一旦これで、謙信とは同盟を結んだと。婚姻同盟を結んだね。これはありがたい。これでもう、上杉からの侵攻に、怯える必要がなくなりましたね。では各城から軍を出していきましょう。そうか、そうなると願昌寺の一向一揆を潰してからじゃないと、この亀山城は攻められないんだな。しょうがない。願昌寺を攻めるか。
まあ、ただ本当に岩礁寺攻めるのがいいのかって話だよな。となると遠回りをしてでも一旦沢山城を攻撃する。まあ、沢山城はまだ何もできてないので硬いんですよね。ただガモを蹴散らし六角を撃破するっていう目標で全軍に陣ぶれを出しましょう。久しぶりの野戦ですが、ここは自ら指揮を取りましょう。まあ、前半で一気に決めにかかろう。いやー、反米の混乱マジで強いわ。決まったな、この戦い。さあ、後藤だな。ここは投用していこう。雇用に応じないのであれば書だ。沢山城はただ城兵がまだまだ多いな。今ここで城攻めにかかってもちょっと勝ち目がないかもしれない。観音寺亀山、この辺りの城からも五詰めが出てくる可能性が高いので、一旦ここは城を囲んで弱体化を狙いましょう。いや、本当に恐ろしいほどに強かったな。反米の混乱。さて、忍者による破壊工作がちょっとなかなかうまく進まないという状況ではあるんですが、これは我慢して続けていきましょう。
さあ、いよいよ金がなくなってきたな。だいぶ金がなくなってきてるので、今回もお金は節約、兵糧も節約だな。そうなるともう沢山城今囲んでますけど、これ力攻めにして味方の兵糧の消耗を抑える、まあそういう動きもしていかなきゃいけないかなというところですね。いや、上杉は伊達を従属させたか。これ上杉の勢力に勝るのはちょっと難しいな。早く上洛しちゃわないと。国力に差がつきすぎてしまうので、ちょっと忍者を借りすぎた感はあるのかな。よし、今回はだいぶ城攻めに、忍者による破壊工作で城を削れましたね。では全軍に力攻めを命じましょう。ちょっと信長は出したくないので、城攻め強行する陣容だけ考えます。勝家を代わりに入れましょう。まあ、挑発で確実に敵を削っていきましょうか。まあ一回ではちょっとこの沢山城落とせそうにないかな。挑発使いたいけどね。ちょっと舞台を一個出しそびれてしまったというのがもったいないな。まあ、ただ戦いはまだまだこの後も続きますからね。
なんとかもう一回半兵衛に混乱使わせたいけどな。さあ、二の丸まで、とはいえ突破してきましたね。さすが半兵衛だな。混乱よりも離反の方がいいかな。野戦じゃないんで。さあ、なんとか門を突破したい。挑発して出てきた敵兵を袋にしましょう。よし、一回じゃ無理かなと思いましたけど、沢山城落としましたね。まあ、さすが信長軍団、みんな強いな。さあ、目標をじゃあ続いて観音寺、義晴のこもる本拠地、ここに軍を進めましょう。ここは一気に力攻めにして観音寺も撃破しよう。浅井が横取りに来てますしね、城の。上杉北条、まあ、上杉は小勢力を飲み込みつつ、一方で押し城は北条が奪い取ったっていう形ですね。まあここはもう北条、上杉、武田で潰し合いをしてもらいましょう。まずは信長は引っ込めます。あとは何気に重要になるのが、特技なんですよね。いや、作戦だな、作戦。なので、作戦でいいもの持ってる人間、まあ、やっぱりね、いいのは、挑発。ちょっと難しいな。どっちに誰を配置するかでだいぶ変わってきますよね。
よし、これで挑もう。まあ、安土城、後の安土城になるこの観音寺、1回で落とせなくても2回、3回と攻め寄せればいいでしょう。まあ、挑発がうまく決まるかどうかですかね。早速挑発だ。さあ、挑発をうまく決めて、また敵の武将をおびき寄せては、これを撃破。これの繰り返し。まずは三の丸、これを突破したので次二の丸へ進みましょう。よし、これは勝家の方の部隊は順調に進んでますね。で、遠山隊の方にはむしろ門の守りの兵がいないので、このまま二の丸に突入できたので、あとは本丸へ進んでいきましょうか。まあ、ここもやっぱりうまく挑発だな。さあ、ここでも挑発。これで決まれば。あとはもう射撃に切り替えていきましょう。いや、観音寺もあっさり取れましたね、本当に。まあ、挑発、城攻めでは挑発、野戦では混乱、これの威力が凄まじい。ああ、しまった、解放しちゃった。吉原だな。取り潰し。これで城を2つ取れましたというところですね。はい。では南近江、これを確保できたので、続いては三好の討伐戦に入っていくというところになると思うんですが、その様子はじゃあまた次回お届けをしていきたいと思います。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。
ぜひチャンネルの登録、あとはですね、ツイッターの方で動画の収録状況と、あとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。